それではですね、レガシーの 2.0GT で今から、浜口湖方面に行きたいと思います。エンジンかけるとね、まずこうメーターがビューンと、メーターの針ですね、がね、今から走るぞって気にさせます。はい、それではスタートしたいと思います。はい、新しくなったレガシーですけどもね、やはり内装の質感アップがね、感じられますよね。で、まあこうなんていうんですか、マテリアルの質感そのものもそうなんですけれども、ちょっとね、細かい装備を見ていきたいと思うんですけども、まずはね、こうマッキントッシュですよね。非常に音がいいんですね。あとですね、これ画面今回、これナビの横にね、インフォっていうスイッチがあるんですけども、これを押しますと燃費の画面が出てくるんですね。はい、瞬間燃費と、トータルですね、平均燃費が横出てきます。結構今も瞬間だと 30キロ以上いってますけども、アクセル動かすたびにですね、この瞬間燃費がビュッ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 って変わるんですね。まあ、スケールで最大で30キロパーリッターまで刻まれてるんですけども、やっぱこうね、最初ストップから踏み始めは当然こう力がいりますから燃費低い方に出ますけども、ビューンと踏み込むと当然燃費悪くなりますし、その後ですね、スーッとこう惰性に近いような感じで走ると、燃費がビューッと伸びますしね、この辺走り方でもかなり変わるっていうことですね。今回ね、そのレガシー10、15モード燃費が非常に良くなったっていうのも一つの売りですけれども、走り方によっても随分変わってくるっていうのがね、このモニター見てても分かるんですね。これ結構面白いというかね、まあ、あんまり脇見運転は危ないですけども、結構そのどういう時にどういう走り方をすれば、燃費が良くなるのか、いい燃費で走れるのかとかね、効率がいいのかみたいなことをね、知る意味では非常にこう面白いと思いますね。この燃費計を見ながら走ってみるというのもいいんじゃないでしょうか。マニュアルモードがねついてますけども、今ね D レンジ普通のオートマティックで走ってます。で、まあ、これ通常ですとね、こうやってシフト1個を倒すとスポーツモードになって、まあ、こうやってシフト操作に対してね、動くわけですけれども、マニュアルモードでね走れるわけです。ところがですね、今これ今また D レンジに戻しました。で、実はこのままでもね、こうやってシフト、これシフトについてるプラスマイナスを動かすと、今、4、3速、5、ギアチェンジができるんですね。これは結構ポルシェと実は一緒なんですね。とっさの時にですね、Dレンジで走ってて、ちょっとシフトダウンしたいなっていう時あると思うんですけどね、そういう時にいちいちこのシフトレバーを動かさなくても、パッとステアリングのね、ボタンでピュッとシフトチェンジをすると、すぐギアダウン、まあ、もちろんシフトアップもできますけどもね、できるというのは結構これ便利ですね。で、ほっとくとまた勝手に戻りますから。そうですね、これエコってエコモードもついてるんですね。でエコモード、まあ、さっき、ね、燃費の話しましたけれども、このエコモードも、ね、状況によって今ちょっとエコをしましたけどもね、とまあ割とこう燃費のいい走りになりますので、この辺もうまくこうスポーツに走りたい時にはね、マニュアルモードで、まあ、割とこう燃費が悪そうな交通状況とかね、あるいはこう燃費走行を心がけたいような時にはこうエコモードを押すとか、まあ、その走る状況とかによってもね、モードを変えるというのもいいんじゃないでしょうか。と今回あれですよね、幅が30ミリほど広がったんですけれども、中に乗ってるとね、ちょっとしたこの、横の余裕ですか、広さ感というかね、ゆとりは違いますよね。3センチってこんなもんですけど、車の内装にとっては結構大きいですね。この中にステアリングのね、握りのなんかしっとりした感じもいいですね。ちょうどこのね、まあ、10時10分のあたりを、持つというのがおそらくこう、おすすめなんですけども、グリップの形が変わってるんですね。ちょうどこうポコッと一箇所で引っ張ったところがあってですね、そこを持ってるとね、非常にこう収まりがいいんですね。
なんかこうしっとりして、非常にあのステアリングの質感もいいですね。一定したスピードで走れてますのでね、燃費がね、どんどん燃費の数字がどんどん良くなってきてますね。今トータルでね、平均で 9.9 キロまで。やっぱり都心部だとね、なかなか、どうしても燃費悪くなっちゃいますけども、高速を巡行してると、どん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 こう平均燃費がね伸びていきますね。 2.0R もいいんだけど、この GT が意外とね、走ってみると、うん、やっぱこうパワーと乗り心地のバランスが、ね、パワーがね、やっぱね、やっぱね、どうしてもね、まあクリさんみたいな走り屋の場合は余計にそうだもん。悲しいさかな、やっぱりね、パワーっていうか、トルク感、うん、とかね、ちょっと加速の時の、そうそうそう、シューって、ね、気持ちよさがね、楽ちんですし ね、しかもね、そうそうそう、楽なのね。やっぱ北海道とかだから、でもね、北海道ってほら、スピード出したくなるんだけど、うん、スピード出せる環境はあるでしょ、はいはいはい、でもほら取り締まりも厳しいから、うん、そんなに全然スピードを出さなかったのね、うん、だけどちょっとした加速とか、うん、ワインディングとかの、ね、の上りとか行くと、はい、やっぱり GT の方が走りやすいかなっていう感じです、うん、確かにそれはある。全然ミーテズラールもしっとりしてて、あれはあれでね、うん、いいんだけどね、いいんだけど、オールマイティなのはやっぱターボかなって、うん、そうそうそう、GT かなっていう。でかといってスペック B だとちょっとハードすぎちゃうね、うん。まあ、清水さんは見た目はあれがいいとか言ってたんですけど、そうそうそう、まあ、確かに見た目はいいんですけどね。そうなんだよね、うん、でもやっぱなんていうんですか、前にそのテストコースで乗った時もすごいなと思ったけど、こういう風に一般道で乗っても、うん、まあかなりいい車ですよ ね、うん、レベル上がったなっていうか、ね、そうそうそう、全体的にここ走りも内装も、そうそうそう、質感は上がったなっていうのはすごくいいこの間も雑誌の企画で BMW の 330i と一緒に持ってったんですけど、あのね、向こう M スポーツでちょっとサスペンション硬いやつだったんですけど、そこに比べるとね、全然やっぱまっすぐ走るし、新鮮もすごくいい。330ってさ、ノーマルと M スポーツで全然また印象違うでしょ。そうそうそう、全然印象違う。私はね、ノーマルの方が好きなんだけど。絶対いいですよね、ノーマルの方がね。そう考えると頑張ってるよね。いや、かなり頑張ってるなと思う。ジェラインチは乗り心地もいいと思うんですけれども、そのもうちょっとしなやかでもいいかなっていうところはありかな。そこでいくと、うん、2.0R がいい味だし、ね、そうそうそう、あのしなやかさはね、そうなんですよ。 そこら辺かな。あの走りの乗り味で、あのしなやかさでこのパワーがあると、もう最高なんですよ ね、 すけどね。そう、それは、まあ、よくは言えないですけどね、うん、やっぱりそこ、まあ、意図的に振ってる部分もあるんだろうし、うん、まあ、あの狙いとね、そう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 、まあ、NA でよりしっとりっていう部分もあるんだろうけどね、うん、そう、でもこんだけよくなるとやっぱりそういうところが気になってきますよね。そう、実際は ね、あのね、だから最近出た車っていうか、今年結構いろいろ出てるじゃないですか、うんうんうん、で8とか乗ると、はい、8 18インチなのに、うん、レガシーの17インチぐらいのなんかこうしなやかさとか、あれはそのね、スポーツカーの割にすごく乗り心地はいい、ね、うん、そう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 、だからこれスポーツカーなのにこんなになんか普通に走っちゃっていいのっていう感じぐらいするかなと思って、うん、そういう意味ではね、うん、あのアテンザの18インチもこの間 23G ってやつが出たんだけど、 出ましたよね、あれも結構ね、まあスポーツカーっていうか、あのワゴンとゴドハッチに、うん、追加されたグレードなんだけど、うん、これがまたね、いい車買えたんじゃないのって、いや車っていうか、その車のね、ボディの方も買えたんじゃないのって聞いたら、うん、買えてないって。